メイジェイでーす。なんと今回は新企画をやってみたいなと思います。その名も My Favorite Diva ということで、私のお気に入りのディーバたちをご紹介したいなと思います。やっぱり元祖ディーバといえばホイットニー・ヒューストン、ウィットニー・ヒューストン、ボディーガードという映画でした。私の親がね大好き で私もこう何気なく見てて、ちょっと大人なストーリーだなと思いながらも、でもやっぱり歌が素晴らしい。 I will always love you ってね、エンダーで有名ですけれども、その曲はやっぱり聴いて自分も真似して、そしたら歌が上手くなるかもしれないっていう、まあ自分のルーツにもなっているんですけれども、今日はホイットニーのすごいところの話をしたいなと思うんですけれども、もうねいっぱいありすぎるんですよ。何よりもやっぱり声質がね、高音の出し方がこうねすり減らないっていうのかな、常にツヤツヤでパワフルでこうリッチな高音が出せる方なんですよね。歌い方もなんか口を結構こう「ダーなんかビブラートをもう全部この口でコントロールしてるんじゃないかなって。私は全然ビブラート口でこう「あー」ってやらないから、もうそれは多分彼女のこの骨格から来てるものだと思うんですね。ホイットニーの一番の凄さが感じられる楽曲っていうのが I Have Nothing っていう曲なんですよ。これはボディーガードの中でも実は歌ってる曲なので、これのすごいところは特に1番歌って2番のサビ歌った後にもう一回ピークが来るのね。 I have nothing, nothing, nothing to make me close ってこれ息をしないでここのピークに持っていくんですよ。でここが見どころなの。やっぱりライブもここどうやって乗り切るんだろうみたいな、こうみんな待ってます、待ってます、待ってます、来たーみたいな、そういうポイントがあって、これはねやっぱりシンガーとしてもここは真似したいっていうピンポイントにすごいところなんですね。これはぜひ YouTube にもミュージックビデオ上がってますので、ここはマジでやばいです。そうなんですけど、はい、他にもこう、マライア・キャリーさんとか、うん、世界的な歌姫っていわゆるいろんな人いらっしゃるんですが、はい、そういう方との違いっていうのは何かありますか？それぞれ多分良さがあるとは思うんですけども、はいはいはい、ホイットニーさんここが違うんだっていうのは、私やっぱり歌声がサイボーグだと思ってる。どんな高音も全部地声でこう届いちゃう、声がへたれない、ずっとパワフルな高音を出し続けられる。これってなんか素人でも確かにこれ難しいんだろうなって思うんですけど、メイさんから見てもそれすごいですか？めっちゃすごいと思います、うん、多分誰にも真似できない、本当に天性の歌声の持ち主だなって思いますね。全部地声だよ。地声だよ。裏声なし。裏声はさ、いきゅとかさ、そういうのは出すけど、やっぱアーティストから見て、あ、裏声で高音出してるのと地声で高音出すのと違うもんだ。あ、それはもう、もうちょっと全然違うよ。全然違うよ。あ、そうなんですね。うん、違います。裏声、地声、あとミックスボイスっていうね、3種類高音があるんです。で、ホイットニーははっきりと地声と裏声を使い分けてる人で、ミックスボイスっていうのはあんまりどうだろう、使ってるところもあるかもしれないけど、現代のアーティストたち、例えばアリアナ・グランデとかはミックスボイスすごい使う人なんですよね。ミックスボイスでちょっとこう優しい高音が出る感じ。ホイットニーはガーンってガツンとしたリッチな高音でこう響かせる人です。いやー、ホイットニーの映画を見て自由奔放歌がすごい好きなんだけど、やっぱり私生活が
私とすごい真逆な人だからもう結構波乱万丈。歌生活の後半の方はやっぱりお酒飲んだりとかタバコ吸ったりとかし始めたらやっぱり声もどんどんかすれていって高音も出なくなっていくっていう状況もホイットニーは見せてるので、だから本当にやっぱり健康でいること、あと気をつけることってその歌声を保つためにすごく大事なことなんだなっていうのをホイットニーから教わりました。私は逆にお水しか飲みたくないし家にいるの好きだしでもそういう波乱万丈なところがあるからこそそれが歌に反映されるところもあるし、ちょっとこう危なっかしい感じがオーディエンスを魅了してるっていう事実もあると思うので、そんなところでもやっぱりホイットニーすごいなって思います。はい、ということで本日の My Favorite Diva ウィッニー・ヒューストン紹介させていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。もう私何年もずっとねホイットニーの話をしてるし、あとボディーガードでホイットニーが演じる役もやらせていただいているので、なんか改めてそのホイットニーの凄さっていうのをここで皆さんにお伝えできたらいいなと思って今回動画を撮ってみました。ぜひねこの I have nothing もう一度皆さん初めての方もねぜひ聞いてみていただきたいなと思います。それでは、チャンネル登録そしてグッドボタンを押すのを忘れずに、メイジェイでした。バーイ。